これは毎年恒例の遠赤外線なんやらかんやらヒーターです。ちゃんくん、ぽんちゃん、おはようございます。明けましておめでとうございます。毎日のおはようと同じ場所で同じように新年が迎えられました。ちゃんくん、ぽんちゃん、そうか、外で子供がね、遊んでるのもキャッ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 言ってんのね。田舎に帰ってきた子供たちや孫たちが遊んでんのかもね、ということで、それを眺めているジャン君とポンちゃんから2022年がスタートします。おめでとう。パチ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 。猫の年だと思うよ。お正月からアンモニアイト、こちらもね少し食べたかな。ジェン君初抱っこ、抱っこっていうかあぐらに乗っているジェン君です。はい、2022年初めてです。もうここ定位置になったね。ジェン君、そして初ブラシ、初ブラシ。なんて言うんだっけ、それ。新年明けましておめでとうございます。はもう朝言いましたが、あんまりにも寒いのでヒーター出しました。これは毎年恒例の遠赤外線なんやらかんやらヒーターです。スーパーなんとかかんとか、あったか、なんだっけ、マシーン、アーバンホットヒーターです。そしたらジャン君はというよりは、このブランケットの中で寝ていたので足がしびれるので出しました。そしてあるよと教えたらもう張り付いて動きません。そしてこの人はまだ未だに気がついておりません。あそこにあるよって教えてんのに、このホカペがいいそうです。あそこの近くを通りがかったらきっとあーって気がつくかな。去年ずっとあの前にいたもんね。二人で張り付いてたもんね。そのうち気づくでしょう。はい、ね、また今年もあったかい冬を迎えましたよ。なぜかエアコンよりこっちの方がいいよね。なんかエアコンの今日寒すぎてなのか、なかなか暖かくならなかったので、天井あたりは温めてくれてるんだけど、下の方がね。ということでジャン君、もうここから動けませんね。